シャルル・フーリエ、フランソワ・マリー・シャルル・フーリエ、フランソワ・マリー・チャールズ・フーリエ、1772年4月7日から1837年10月10日は、フランスの哲学者、倫理学者、社会思想家、空想的社会主義者を代表する人物の一人。1772年、フーリエは、ブザンソンで裕福な商人の家に三人の姉を持つ、一人息子として生まれる。 彼は幼年時代に商業そのものに対する批判感があったと言われている。しかしながら、彼が9歳の時に父を亡くし、彼は家業を継ぐためにヨーロッパを移り歩く、徒弟修行を強いられる。当時のフランス第二の都市であったリヨンに落ち着くが、1793年のリヨン包囲の混乱に巻き込まれ、投獄された挙句に相続財産の多くを失うことになる。 この時の悲惨な体験が、後の思想につながっていると言われ、彼は、以来、政治革命に対し根強い不信感を抱くようになる。その後は、雇われ店員や行商人を続けながら、1808年に代表的な著作である、四運動の理論を執筆、刊行する。この中でフーリエは、宇宙には、物質的、有機的、動物的、 社会的運動の四つの運動があるとし、彼は社会的運動において物質的世界におけるニュートンの万有引力の法則に匹敵する常年引力の理論を発見したと宣言する。フーリエはこの常年引力論に依拠した1620人からなる農業アソシアシオン、すなわちファランジュの建設を提唱した。しかし彼の一種奇抜な著作の内容と理論は、 同時代人からは嘲笑の的となり、一部の熱心な支持者や弟子を除くと、まともに理解、評価されることがなかった。その後、フーリエの最初の弟子であるミュイロンたちなどから、後のフーリエ主義運動が生まれることになる。1822年、弟子のミュイロンにせかされる形であるが、以前に執筆していた対外論の一部を、家庭、農業アソシアシオン論として上司する。 1829年、対外論の一部を、家庭、農業アソシアシオン論の要約である、ソシエテールな産業的新世界を出版するが、これもまた多くの読者を獲得するに至らなかった。しかしフーリエは落胆せず、毎日正午には帰宅し、自身の思想の波ランジュ建設のための資金提供者を待っていたと言われている。晩年のフーリエは、パリで過ごし、 コンシデランラと集まってエコールソシエテールを結成。上記以外の著作百9 6 7年になって、シモーヌ・ドゥブーの発見、観光により初めて出版された、愛の新世界があるが、これはフーリエが書き留めた同じノート、装甲をもとにしており、そもそも対外論という書を目指したものであったが、後世のものによってその装甲の一部がまとめられて、発行されたものである。現在、 その総合自体は、パリのフランス国立古文書館に所蔵されている。社会的、動物的、有機的、物質的という四運動の理論こそ、理性の企てるべき、唯一の研究であったと考え、その立場から、過去の哲学者たちの姿勢を根本的に批判し、自らの哲学を展開する。また、それまでの哲学は、アイザック・ニュートンや、ゴットフリート・ライプニッツによって、 その諸法則が発見された物質的運動の部門までしか到達していないのだとている。四運動の理論では、それまでの哲学、学問史を批判している。また、古今東西様々な哲学者、特に倫理、道徳の分野で業績を残す学者たちの名前を挙げ、引用しつつ、その書物の記述を批判し、語尾の伝道者たちと批判している。フーリエは、 運命について考察している。フーリエによれば、運命とは、万有運動に関する神の数学的諸法則の、現在、過去、未来にわたる帰決であるとしている。そして、万有運動は、社会的、動物的、有機的、物質的という四つの主要部門に分類されるとした、上で、四運動の理論のはじめ、定義を述べた第一部において、それらを次のように定義している。 そして、いかなる運動の作用も、この四運動に含まれるとしている。四運動の理論においては、第一部解説編の定義と分類においてこのことを確認した上で、運動とその根源的な原理についてのさらに詳細な分析が展開される。また、その他にも、フーリエは、常年引力という概念を説いている。愛の重力理論と呼ばれることもある。 十二の基礎の常念があり、その相互関係に常念引力があるという。このコンセプトは四運動の理論、そしてフーリエ社会思想において極めて重要な愛の新世界など初期から晩年の著作まで一貫しており、後に空想的社会主義と呼ばれることになる彼の会、哲学、社会思想において根底を支える思想となった。そしてフーリエはこう述べている。 この部分に関する具体的議論も著書の中で展開される重要な部分となっている。フーリエの社会思想は主に文明諸国民から傍客内視は禁止されてきた2つの部門、農業組合と常年引力に関する研究を最重要視している。フーリエは産業主義の批判と理想的共同体の提案、自然的欲望の肯定について詳細に研究している。 当時のヨーロッパは産業革命勃興期であり国家政府が産業主義を推奨しその庇護を受けた産業者が賃金労働者をとことんまで搾取するという光景が至るところに存在したまたそのような国家の暴力に対して革命の暴力もまた悲惨な光景を生み出していた革命と称する破壊と暴力によって何か息を生み出すかといえば フーリエ自身が体験したように財を失った多数の貧民や不老者、破壊され尽くした街を生み出しつつあり、これでは本来の革命の目的からすると悪循環であった。そこでフーリエが提案したのはアソシアシオン、共同体の創造、フーリエの用語で言えばファランジュであった。その共同体は国家の支配を受けず土地や生産手段は共有とした上で、 1800人程度を単位として数百家族が一つの共同体で共同生活をする。基本的に生活に必要なものは自給自足とする。また、労働活動を集約することで労働時間を短縮する。といった提案であった。このようなファランジュの中心には、その建物だけでも自制自立し得るファランステールという集合機能と集中能を持ったパビリオンが設定された。 そこまでは、後の社会主義、共産主義思想に類型が認められるが、フーリーエ独自の観点として、さらに、自然的欲望の皇帝と女性の権利の尊重が認められる。カール・マルクス、あるいはその継承者によって、空想的社会主義と片付けられ歴史の記憶に忘れ去られようとしていたところで、フランスのシュール・レアリスム系の文学者や、20世紀以降の哲学者、 思想家によって再発見、再評価された。例を挙げると思想家ではロラン・バルト、バルター・ベンヤミン、パサ・ジュロン、ピエール・クロソースキー、ジル・ドゥルーズ、文学者ではアンドレ・ブルトン、オクタビオ・オパスなどがフーリエの文章と思想から影響を受け、あるいは称賛した。ちなみにフリードリヒ・ヒエンゲルスは自らの著作などでフーリエを 意外な批評家として大きく評価しており、科学的社会主義を評榜したマルクス・エンゲルスによって、フーリエの思想、空想的社会主義として片付けられたという意見は、一部誤解を含むことになる。膨大な著作のうち、現在、日本において、翻訳出版されているシャルル・フーリエの著作は以下の作品である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。